試合の方は正吉のレイジ対プロの活躍が当たらないオラフですね。お互い割とスタンダードキャラだが、まあ、オラフが割と中段が豊富なキャラなのでどうなるかと聞こえるが、1セット目取っているのは正吉レイジ。レイジはスタンダードキャラオブスタンダードキャラって感じですね。ゲームの選択画面上では明らかに主人公の地にいるが別に主人公ではないという主人公でも何でもないという。ここは空中くらいだが当たる。さあ殴ってさあここでもう一度クロさんのショージャンプが当たらない飛んだところを当てるが、さあこのラウンドはさすがに辛いか。オビエリ最後は動いたところに長い足がヒットする。今日は足長おじさんが多いですね。足長おじさんかチビキャラみたいな感じの大会になってますが、まあ、ジャンプ D から置き攻め、ジャンプ D。 置き攻め、ショージャンプ、これはくぐられている。普段これはガードとか使って、ここで食らうか。あーっとガーフヒットして、最後はジャンプ D 上からかぶせていく形。勝利したのは正吉さんですね。続いて名作さん対シャンさんです。ワンピー側は漢字、ツピー側がキース。本日初プレイのサンさんですが、さあ容赦のないジジイの熱いキスがサンさんを襲っていく。ふんどしからの意地汚い蹴り師匠が悪い。さあここは何も起こらない。さあサンさんとりあえずキス進めればいいみたいなとこあるからね。さあたまたまで削り下ろしていく。1ラウンド目取っていったのは名作漢字。さあ開幕投げ、熱いベージュから落として追撃は入らない。さあしかしさあ、あ何も起こらない。位置が入れ替わって、足払いからは当たらない。さあたまたまたま勝利していったのは、名作さんですね。おめでとうございます。
まあ、あそこからね、下段の僕どうしてもあの技見るとシオンを思い出してしまうんだけど、まあ、下段の糸と中段の追加攻撃がある匠、そして中段これですね、追加中段、ダッシュ足払いは入らない、足払いからはジャンプ小ジャンプ C が入るのかな、さあ中段、そして昇竜拳、これは相打ち、さあ上を牽制して全然しかし置いてある、さあ竹がね、中段から飛び蹴りめぐってる、さあ続いてない、さあリーチさを生かせない、やはり近づくまでが若干辛い、エイジー耐久取られていく、落ちて、さあ球がめんどくさそう、さあ前転も持続がなくていかない、空中だけしっかり拾っている、表からの追撃、ディレイをかけすぎた、これは惜しいぞ、落として中段、さあ追撃が出ない、投げ、投げ暴れを通してここはスカッシュ投げ、さあ今のは飛び道具が出なかったか、ターンが入れ替わる画面端、ジャンプリーからガキャン使わせていく、お互いゲージがあるぞ、ガキャン使い放題だが、まあ、使いすぎも良くない、投げていく、さあ出ない、さあ今禁煙スタッフから殺しきれたか、出ない、最後は 8D ですかね、引っ掛けていく形で勝利したのは千曲川さんですね。続いて僕対名作さんです。さあ一匹側に座るのは名作、釣り側に座るのは神優、さあ組み合わせとしてはよく見る組み合わせですかね、さあやっていきましょう、まずはお互い飛び道具、さあこれは後転させて、まずはダウン、飛び道具重ねて、さあ歩いて投げは後転で、投げ前外に逃げていく、さあ、ボタンで落とすか、飛び道具ダッシュシーンから飛び道具、あっと勝利が出なかったか、さあ、ダーキャペル飛ばして、さあ、爆弾暴れていくが、これは追撃か、さあ、ボタンで落として、あっとエンディが繋がらない、今度はしっかり繋いで、ふんどし、ダウンを取って、飛び道具、飛び道具、あっと、後転割れず、しかし、割れる、さあ、ガーシャンがちょっと出なかったですかね、さあ、垂直ジャンディ、届かない、届かないが、投げが、さあ、今度はしっかり繋がって、めっちゃ出る、さあ起きてね、あーっとーずーずーしい、師匠譲りの歩き投げ、勝ったら名作の漢字、そんで、神さん先にどっちやるのかな、上ですかね、アストロさん対酒屋さん、アストロ何やってんのあいつ、大会中だって自覚は、ルーザーズやりますか、じゃあ不戦勝ですかね酒屋さん、本当に空気読んでほしい。ちょっとね。
いや本人いても言います。じゃあルーザーズやりますか。佐久さんと僕ですかね。さあ、ワンピー側が先ほど俺をボコボコにして勝利を挙げていった名作漢字、で、ツーピー側がチクマ側、飛び道具ダメージが散っているのはチクマ側の匠、やはり完全投げから5割減るので投げだけは食らいたくない。そして、さあ裏回りは使っている技術が小さい。ここは足払いから、落としていく。ここは何もかれない感覚か、今のはもったいない。下がごっついから置き攻めは投げが出ない。 TS にガーキャン入れて、さあお互いガーキャンを読んだ形、空対空。ここは暴れている。一歩目取っていったのは名作の感じ。タイヤード、さあ投げは付き合わないよと小ジャンプで、あーこすってる。あ、おっとダッシュが入らない。そして硬直にコンボが入る。さあなんだ今のは、下段。さあ空中で元に戻って、さあゲージはあるぞ。一発投げれば追いつかれるか。あーっと置き攻めで弾から、あー近寄られたくない。できれば牽制で進出が、ここは引っかかる。しっかり入れかけてゲージを使ってもよかったが、ここは温存していく。あー動いてしまう。ああ、クライ中3ゲージたまりの怒り爆発ですね。起き上がりに完全無敵でオーラが発生します。自動金バーストみたいなものだと思ってます。あーっと投げ完全にザク投げて、引き攻めはここはかわしていく。あーある、裏回りだったが上がれて勝っているのは漢字。ガードして下段、わあ置いてある。投げている投げている、これはめんどくさいやつあるんだなという。そして最後は上りジャンプ小攻撃、勝利していたのはチクマ側ですね。グランドファイナル行きますか。まあそういうことだよね。無理でしょ、戻ってこれでしょ。では、アストロさん対酒屋さん、さあ接戦を制したのは酒屋。さあちょっとね、撮影機材の不調がありましたが、続いてルーザーズファイナルですね。アストロバーサス、アストロバーサスチクマ川。さあここはチクマ川の圧勝でしたね。さあさあ渾身のね魂をかけたゴッツーを通して勝利していったチクマ川さんがルーザーズファイナルを勝ち取りました。さあグランドファイナルいきたいと思います。これはウィナーズの2回戦の
やり直しですね。さあじゃんけん相当勝負して、さあソロなんていなかった決勝戦始めていきたいと思います。よろしくお願いします。あ、これは痛い。空投げ状況を取っていく。さあフルヒットしなかったためダメージ勝ちしているのはキース側。さあ2回戦で戦った時はリーチ差をつけていった酒屋が勝利した形でしたが、ここはやはり同じようにリーチ差で飛び落として、あーっ下が持って入っていく。ここはやはり状況重視、空中で打てる。さあなかなか飛び道具と、さあニエス中段、これは使っている小ジャンプから裏の中段ジャンプ D でしたが、これは使っている形。空中投げ投げ、さああと一発といったところだが、さあ動けない。最後はダッシュ 2C、 1ラウンド目取っていったのは酒屋のキース。裏回りからさあここは相談で抜けられない。さあ相性が良くない。あ見えてなかった怒り爆発したが、ここでジャンプリーダメ橋ダッシュにしてーも通らず、ショージャンプからここでガーキャン使っていく。手段しっかり出ている。さあ重いダメージ取れなかったがしっかりとダメージを重ねていく。さあストップ飛び道具、先ほどからよく見る相打ちの状態。さあリーチ差がつらい。ここは取っていけるか。さあここは半角ガキャン使ってお互い2本、あっとジャンプにかかったがコンボにいけない。そして最後は割れてしまう。さあ優勝は本日ストレートで勝っていた酒屋さんですね。おめでとうございます。